放題始まりました。むてチャンネルです。さあ、今回はですね、2021年の目標、結構いろいろ聞かれたので話していきたいかなと思います。去年の3月に宣言した通り、受験生にとって日本で一番有名な英語講師になるっていうね、宣言をしましたんで、もうあと1年3ヶ月しかないですから、そこを本気で取りに行くっていうのが当然の目標なんですが、あの宣言をした時に成し得るはずだったことは、まあ、ただ呼びというね、ものが始まってドンと行って、たんでをこれだったんだって思っている人は結構多いと思うんですが、あれではなかったので、道筋がそもそもあれじゃないんですよ本当は。なんでそれをもっとね、大きなものっていうのを見せる時になります。でも十分大きくなったじゃないかって思うかもしれないですけど、いやいや全然全く違うので、ここね、黒板買ったりとか電子黒板買ったりとか、そういうね、普通に想像できるようなレベルのことではないです。まあただ呼びの時で全然想像できないって思ってたと思いますが、もっと想像できないことにチャレンジしていくっていう感じになりますね。そうするとまたね、どうせできないだろうとか、どうせやめんだろうみたいなね、声がたくさん出てくるとは思うんですよ。でもその気持ちはよくわかるんですよ。ちょうど煙突町のプペルのですね、西野さんがね、舞台挨拶しているのを見て、あ、本当そうだなって思ったんですよね。挑戦する人に対して無理だっていうのは簡単ですよ。だって挑戦が大きければ大きいほど無理な確率上がるんだもん。それに対してほらねって言って正解の立場を取ることは簡単ですよ。挑戦する人を笑って、夢語る人を笑って、行動する人を叩く側に回ると、ほらなお前できひんかったやろって言って言うこと簡単ですよ。自分が正しかったって表明すること簡単ですよ。でもそれやって何になるんだ。挑戦潰して、挑戦しないことを正義にして、それやって何が生まれるんですか。今その見渡すとですね、大人が本当にもう時間とお金をかけて毎日毎日魔女狩りして、失敗した人をもう立ち直れないぐらいまで叩きのめして、挑戦者を壊して、チャンスを壊して、これやって何になるんですか。何も生まれないですよね。で、僕こんな世界全然ドキドキしない。で、僕が見た未来はこんなんじゃなかった。いや、これはやっぱりすごい来ましたね。年末すごい見て思ったところがすごいあったんですよね。本当にその通りじゃないですか。ほらダメじゃん、ほらできなかったじゃん、どうせできないじゃんっていうことが正義になってますよね。全然面白くない。昔見てすごいな、わーって憧れた予備校業界はもう僕の目の前にはないですから、もう待ってても仕方がないんですよ。待ちすぎました。当時にも河合にも待ってくださいって何回言われたかなって思って、もう待ってても仕方ないんですよ。で、だから自ら行動するって言って動いたわけですね。ものすごいやっぱり挑戦するものに対しては風当たりが厳しい、魔女狩りがすごく行われ、その失敗に対してね、やっぱすごい仕打ちが待っている。で、そんな中でいろいろ利用された、まあ、当然知識がなかったりだとか、いろんなものがない分ね、ずる賢さがなかった分、いろんなところでいろんな人に利用されて、時間、労力、体力、いろんなものを無駄にしました。失ったものはすごく多かった。でもそれとともに気がつけたものもあったので、この2021年は信頼できる人に頼って、まあ仲間とね、呼べるような人たちに頼って動いていこうと思いますね。あまりに一人でやろうとしすぎてましたね。自分一人でいけるだろうって思ってた部分がだいぶ大きかった。でもやっぱ自分一人だと限界がやっぱりあります。僕の目指してるところにはいけないなっていうのはすごくよく分かったんで、今年は信頼できる人と上を目指すという形になります。で、多分何かしらまたこうやって言うと、まあ描くと思うんですよ、頭の中に。皆さん、そこじゃないと思う。そのレベルに収まる気はないと思っててください。まだその一部の人しか見えてないところなので、そこにたどり着けるように動きたいと思います。とにかく時間がないので、一気に行くしかないです。何月から具体的にその動くかはまだ決まってませんが、とにかく早め早めで動いていきたいと思ってますね。で、実際僕自身はこのコロナの状況で、まあ自分自身もかかって今ここホテルにいるわけですけど、それがなかった場合は、もう2022年の3月引退する予定でした。もう予備校業界っていうところから引退して、もうアメリカでの生活を始めるっていう予定で動いてました。ただコロナでもう全く別世界になってしまいました。
て、当然アメリカに行くっていうのも非常に今の状況では難しい、その準備すら難しいですし、なんといってもあと予備校の引退ですね。普通の授業を1年することができないで終わってしまうっていうのがちょっと悲しすぎるんですよ。まあ、マスクとかね、フェイスシールドして、子供たちもマスクしなきゃいけない、そして離れて座ってなきゃいけない、そういった状況で自分が引退していくっていうのはすごく悲しいことなので、まあね、いろんなアーティストがね、コンサート開けなくて活動休止とかね、解散みたいな形になるっていうのはすごい悲しかったです。見てて、普通のことだったコンサートも開けないみたいな、まあそれと同じように自分もやっぱり普通のことであった授業ができない、そんな中でこう終わりを迎えていくっていうのがね、すごく悲しいんですよ。なんで引退のその宣言が出せないっていうのがね、ちょっと悲しいんですけど、ただそんなこと言ったって、まあ、着々と準備は進めなきゃいけないので、まあ英文添削サービス始めたりとか、まあ今ではね、まだまだ小さいですけど、ちゃんと未来のこと考えて作ってるやつなんで。であとは塾コンサルですね。塾をコンサルして、指導法だったりとかカリキュラムだったりとか、そこに自分の力を加えられるように、この蓄積したものをただただ自分だけ抱え込んでいっても仕方がないので、せっかく学んできたのにこのまま残せないっていうのも嫌なので、そういった形で残していくのをする、まあ後世になるべく残していきたいなと思ってるんで。であとは新たなね、人を絶対発掘したいと思ってるので、本当に埋もれてる人を何としてでも出したいと。今こういう風に希望がないし、表に出たら叩かれる中で一歩出ようとしてくれた人たちをもう全力で応援したいと思ってるので、だから講師オーディションね、やってるわけですけど、やっぱいろんな人がいるし、で講師オーディションやっぱ見てて思ったのは、まあ当然いろんなものが蓄積されてるから、その分知識はすごいと思うんですけど、ね、発音がやっぱ上手い人が多かったですね。今の講師の人たちのレベル、まあ教える能力に関してはわからないですけど、発音に関してはやっぱ上手い人がこれだけ多いんだなっていうのはね、すごい驚きでもあったし、収穫でもあったんで、どん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 出て来てほしいなって思ってますし、本当サポートしていきたいと思ってます。でまあそういったサポートするって言ったって、自分が売れてなければ何の意味もないんで、まだです、まだ足らないんで、そこをまず見ててください。2021年、どこまで上に上がるのかを見ててください。そしてアメリカにね、移住できるような準備していきます。で信頼できる仲間たちですね、まあ新たに一緒にやっていく人たちいますので、驚かせる準備はできてますんで、見ていてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.